1月はですね、はい、九州に行く飛行機を取ってあったんですけれども、はい、ちょっとやっぱり行くのをやめたんですね、うん、ちょっとこのコロナ感染ずいぶん増えていましたから、はい、諦めたんです。で今年はですね、実は2月と5月にも飛行機取ってあったんですけれども、はい、飛行機が運休になってしまって行けなかったんですね、うん、でこの次はですね、実は9月にもうすでに取ってあります、はい、でその次は、11月に取ろうと思っています、うんうん、あの九州には娘がねいるんですよね。で、はい、その娘のところに孫も生まれたので、すっごく会いに行きたいんですよね。あの福島と福岡ってね、うん、結構遠いように思うんですけれども、はい、茨城空港から飛行機で2時間足らずで行けちゃうんですよね、はい、本当に便利な時代なだなと思います。茨城空港はですね、駐車場もとっても広いですし、うんうん、無料で止められるのでとっても便利なんです。ね、この半日で行けるっていうね、それも短いですもんね、時間がね。そうなんですよ。それもね、飛行機安いの取ると8000円かからないんですよ、片道が、うん、だから本当に、まあ、時期にもよりますよね。そうなんです、平日に行くとねそれぐらいで行けるんですよ。で安くて早く着くっていうこの嬉しい飛行機があるんですけどもね、うん、でもその便利な飛行機がですね、コロナで運休になってしまうんですよね。娘に会えないのは残念です。孫にもとっても会いたいんです。赤ちゃんはねどんどん成長していっちゃうので、はい、今会いたいんですよね、うん、でそう思うんですけれども、まあ、この状況なので移動を控えるっていうこともとっても大事だなと思っています、はい、でね、会えなかったことを考えるよりも次のチャンスをどんどん狙っていくことにしてるんですね。なるほど、はい、できなかったことを考えてるとちょっと心が暗くなってきちゃうので、うん、次はどうするかってね、今できることを次に向かって、考えを進めていこうと思っています、はい、まあ将来に希望を持つっていうことですね。大事ですよね、はい、九州に行くこともゴスペルのイベントで歌うこともいつになるのかはわからないですけれども、必ずできる日が来る、諦めずに準備し続けようと思っています、はい、私ね今明治維新にすごくハマっているんですけれども、はい、あの時代の人って100年後の日本のためにっていうふうに考えるんですよ。おお、なるほど、はい、100年後っていうともう自分は生きてない時代じゃないですか。そうですね、はい、でも日本の将来に希望を持ってそんなふうに自分の命を使っていた人がいたから今の日本があって、うんうん、今の私がいるんだなって思うんです ね。私の考える将来っていうのはとっても小さいんですけれども、うん、自分の子供や孫が幸せに暮らしてほしいなって思うと、やっぱり100年後の将来を考えるってことは大事なんだなっていうふうに思います、はい、まずは身近なところから将来に希望を持つっていうことを学んでいきたいなと思っています。バイブルにはこう書いてあります、はい、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている、主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。これね、最初の私自身っていうのは神様のことなんですね、はい、人間の私には先のことは分かりませんけれども、うん、神様が将来と希望の計画を立ててくれているので、信じて心にしっかり希望を持っていたいと思います、はい。